2007年1月9日、突如としてこのようなレスが書き込まれた。私の元旦那は離婚して1年経っても、しつこくあれこれ言ってくるから疲れて、あなたとは席も抜けてる、完全に他人なのよ、わかってる？って言ったら、それならもう一度、席を入れればいいことだろう。って言ったよ。大津、ちなみに、弁護士入れて何度も調停入れた末の泥沼離婚でした。すごいバカだね。通過離婚に至るまで詳しく。うちも同じこと言いそうで、激しく鬱です。調停求めがいちいち出しゃばってくるんでドロドロのぐちゃぐちゃで、離婚って本当に気力と体力いるんですね。バカすぎる。何のために離婚したのか全くわかっていないよ。結婚の意味もよくわかってないのだから、離婚なんてわかるまい。席を入れればいいって、そんな夢のないプロポーズ絶対やだ。バカ認定ありがとう。離婚に至るまでの経過は、あまりにいろいろありすぎて。簡単に言うと、元旦那口は達者、私を働かせてやってると亭主関白気取り。実態は、私の給料なしには家計維持は到底無理。家事も自分じゃ何もできないから、私の里帰り出産すら阻んだほど。反対の主な理由は俺の飯はどうするんだ？このスレの皆様には、これで大体お分かりいただけたでしょうか？さらに、ドメイン距離別居だったけど、過干渉。元旦那姉とのダブスタ攻撃。お中元送れば、今時、こういう奴隷は廃止の方向なのに嫁子さんは、送らなければ、親に対する礼をどう考えていらっしゃるのかしら。とめ実家にご中心。とめから何か送られてくると旦那の好物なんだけど、日清チャルメラ焼きそばにダースと買う。私が一応お礼を言えば、息子たそから電話がないのは嫁子さんが止めてるのかしら。元旦那に電話をさせたら、嫁子さんはお礼も言わないのね。二人で順番にお礼を言うと、普通は礼状くらい出すわねー。スレ民営さんのところみたいに、調停にも出しゃばってきましたよん。調停員に、嫁子さんは、うちが気を使っていろんなものを送っても、一度たりともお礼を言っても来なくて、そんなしつけもされていない人と一緒に暮らしている息子たそがかわいそうでかわいそうで、私たち夫婦は夜も眠れず主人はとうとう心臓病で倒れたくらいです。嫁子さんは人殺しです。逮捕してもらえますよね？って涙ながらにまくし立てたそうな。ちなみに元旦那父は私が結婚する何年も前から心臓病で医者にかかってました。スレミン A さんも大変だと思うけど、いつかは離婚できるよ。頑張れ。一輝さん、オツでした。大変な思いをされたのですね。うわぁ、決まるがいとめだな。調停員はとめに騙されたりしなかったんですよね。てか、調停にシャシャリ出てくるとめって、ある意味、意気承認だよね。こんな感じで、姑が夫婦の邪魔をし、夫は嫁姑間の関係調整を怠ってましたみたいな。嫁子さんは人殺しです。逮捕してもらえますよね？調停員爆笑しましたよね？逮捕ってさすが決まるが今まあは言うことが違う。一致はまだ逃げ切ってないんだよね。早く正式に離婚できるといいね。離婚届け出しても、俺たちは夫婦だよな。なんて、バカテンプレを二度と言われずに済むといいね。人殺しって、まだ死んでないじゃないか。一輝さん、ありがとうございます。頑張ります。うちの止めと似たような止めをお持ちだったんですね。止めがベラベラ喋るんで調停が長くなって仕方なくて毎回イライラして、調停員の方に止められるくらい喋る。あなたみたいな嫁に1円の慰謝料は払いたくない。あなたが土下座してお願いするならば、こちらから改めて離婚を請求します。とか言うし、旦那は旦那で、土下座なんかかわいそうだ。謝らなくても離婚とか言わないし俺、とか意味不明なこと言うし、理解は旦那だけ来るらしいので一気に話し進めたい。とめの人殺し、発言、実は元旦那から聞きました。別部屋で何度か調停員が私と元旦那の部屋行き来してたんですが、はっきり何を言ったかまでは聞かされていなかったから、驚きでした。このままだとお前は逮捕されちゃうかもしれないぞ。今謝れば許してもらえる。一体何のこっちゃ。元岐阜、まだ生きてるし。どうやら最初は調停員は私の訴えに半信半疑だったようです。トメは一見上品っぽくって、外面もいいんです。でも途中からさすがにおかしい、って気づいたんじゃないかと。調停員の私に対する態度が最後の方で変わったのでなんでかなって思ってた。スレミン B さんの言う通り、もっと早く気づけう。スレミン C さん、離婚は成立してます。なんとか逃げ切りました。スレミン A さん、よく似てますね。元旦那もトメと喧嘩したらしいです。なんてひどい嫁子。それでも俺の嫁だ。あんな人でも一度結婚したのだから責任も取るのね。立派だわ。みたいな。お袋もそう言ってるし、意地を張らずにそろそろ戻ってこいよ。お袋のことは気にしなくても、俺が一緒に謝れば大丈夫だから心配ない。ってなメールが来ました。
バカの家系からはバカしか育たないってことか。おつでした。一応子供もいたので、連鎖は断ち切りました。もう、バッサリとう。そのあんまりなエネオたちは、結婚前からひどくはなかったんだよね。結婚後、傭変したの？すげえ。バカどもによるバカどものためのバカ劇場。なんか、開いた口が塞がらん。本当に、大変だったんですね。キマルガイを相手にすると、自分の一般常識さえ、揺らいでくる気持ちになるのが怖いよね。山村美沙サスペンスを思い出したう。まさにバカ劇場ですよオール。コントかなんかで台本あんのかって思うくらいですから。トメはもう接触しようとはしてこないの？孫がいるならうざくつきまといそうだけど。元トメも元旦那も、最初からひどくはなかったです。でも今思えばいろいろ兆候はあったので私もバカでした。あんまり詳しく書けないんですが、元旦那はある夢を持っていて、当時はあまり稼げなかったんですが、私はそれでもいいと思ってました。ちょっとわがままなところがあったけど、私的に許せる範囲で、トメは遠距離にいたからあまり会わなかったし、どちらも老変したのは、結婚して3年目に子供ができた時です。子供はまだいらない、おろしてこいって言われて、いつの間にか、仕事も家事も育児も手を抜かずに頑張るので産ませてください。ってお願いさせられてました。おろすって考えるだけで頭が真っ白で、どうしたら産めるかしか考えられなくて、トメは妊娠を機に、しょっちゅう連絡してくるようになりました。生まれた子が女の子だったんですが、跡取りを産まないなんて、って罵られて、がっかりさせてしまったのだと申し訳なく思ったり、その時も元旦那はおろせって言ったことなど忘れて、俺は女の子もいいと思うよ、また次は男産めばいいよ、とか言ってたっけな。当時の私は、何が常識で何がそうじゃないか、全くわからなくなってました。離婚が成立した時はトメは、マルコが丸々家の浮き孫、とか言ってたけれど、離婚成立して4年近くが経つ今は、バカ星どちらも、一切連絡してきません。多分、離婚後1年目のまた籍を入れる、発言の時に私が、収入が低くても養育費を払う義務はあるんだよって言ったからじゃないかな。まさしく、バカ劇場ですよね。そんなバカ劇に参加してしまった恥を忘れず、二度と過ちは犯さないようにします。よかったねー。今もまだ付きまとわれてるんじゃないかと心配したよ。バカ劇のことはさっさと忘れて娘さんとお幸せに。大丈夫だ。きっともうアくんは使い果たしてる。あとはのんびり幸せに暮らしていく人生が待ってるよ。娘さんが成長して稼ぐようになって使えるようになったら、なんか付きまといそうなバカ星だね。負けないよう全力で頑張って。養育費は払ってくれないの？払うって条件決めても、約束守らない鬼畜が多いらしいね。励ましありがとうございました。今は幸せです。養育費は1年間スズメの涙ほどもらっただけです。その間、養育費を払ってるんだから子にはいつでも会わせろ。などと昼夜構わず電話の嵐、子を泊まりさせようとすると、面倒見きれないからお前も一緒に泊まれ。洗濯や他の家事も溜まっているのにお前は何とも思わないのか。挙句の果ての、籍を入れればいい。発言でした。やっと最初の発言につながった。早く別れたくて養育費をかなりの定額に設定したのでなんと4桁う。もう一度調停にかける。そうなったら最低今の5倍は払うことになるよと脅しました。途端に連絡がなくなり、転職が決まったのでついでに転居し今に至ります。私の実家の住所、電話と私のフリーメールのアドレスは知ってるはずですが連絡はありません。詳しくに甘え何度も書き込みしてしまってすみませんでした。でもすごくスッキリしました。読んでくださった方、ありがとうございました。養育費が4桁？ありえねえ。子供も、そんな父親の血が流れてると思うと。子供は小さければ、教育でどうにかなる。だが、育ってしまったエネオの教育は生実家なことではできないんだなぁとしみじみ思った。一致おつ。お子さんしっかり育てながら、自分も幸せになってね。以上で終了です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメントを書いてください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。バイなら。